ポスト米英時代。ニセユダヤ好みの 11.11 前日に茨城震度5。自衛隊幹部緊急待機継続だそうである。中路による米原戦の監視が必要である。投稿者ポスト米英時代日時2013年11月12日9時間3分41秒。ニセユダヤ好みの 11.11 前日に茨城震度5。自衛隊幹部緊急待機継続だそうである。中路による米原戦の監視が必要である。明日は、全米で停電テロ対策演習で、ニセユダヤがテロを起こすか、中路が米本土に打ち入りするかと言われている日である。そして、モーゼの実戒を嫌うニセユダヤが好む、11が2つ重なる日で、全世界で追い詰められた連中が、日本で悪さをしてもおかしくない状況である。また、大間によると、自衛隊幹部が緊急召集という待機状態が発令されて、年末まで解除されないそうである。そこへ東海村狙いのような震度5で、我々の預かり知らぬところでチャンバラが始まっているようである。日本は、連中に従っても逆らっても、八つ当たりのように悪さをされる境遇にあるが、願望半分で書くと、自衛隊が米英時代から中路時代に移行する流れを読んで、311パート2を阻止する動きのように映る緊急待機である。米軍は、今やニセユダヤ系と良識派の真っ二つに割れているようで、自衛隊が、後者や中路と組んで防御に当たるというのはあり得る話であり、自衛隊もニセユダヤ系ニセキムチと、日本人系に割れて、後者が主導権を握っての行動とも取れるわけである。ニセユダヤは、衆参不正選挙がバレることを恐れているようで、それをごまかすには、ショックドクトリン詐欺しかなく、今日にも、明日何かが起きるのか鎮圧されておきないのか、地震以外にもテロ詐欺などが起きるかそのあたりをつかめるはずである。まな板の恋の日本人は、観察することしかできないが、茨城震度5を受けて中路が何とかしてくれるはずである。神頼み政局である。ポスト米英時代、地震の後の強風は海底核爆発の爆風、フィリピン人工台風で死者1万人、ジャルビンバッテリー以上、ニセユダヤが暴れているようである。投稿者ポスト米英時代日時2013年11月12日15時間23分43秒。地震の後の強風は海底核爆発の爆風、フィリピン人工台風で死者1万人、ジャルビンバッテリー以上、ニセユダヤが暴れているようである。今日は町内会の当番で、公園の鍵開けだったのだが、地震前は無風だったのに地震が起きた後に徐々に風が出てきて、今では女子高生のスカートが、ペロンとめくれるような強さである。自然の地震ではこんなことはあり得ず、311前後の OL のストッキングを剥ぎ取るぐらいの強風が、地震前後にしょっちゅうあったが、鼻血を流すのに忙しくて、気がつくのが遅れたな、そういうことで、お風呂でおならをしても人間には泡が水面に到達すると臭いだけだな、ゴキブリとかにしてみたら吹き飛ばされるような感じなのだと思うが、それと同じである。フィリピンの人工台風は、日本であんまり騒がれるから、その代わりに起こされたようで気の毒だな、電磁波兵器やケムトレイルで台風を育てたり、海底核爆発で海水温を上昇させて進路を誘導したりして、人工的に起こしているはずである。阪神大震災の時に言われた、ベクテルあるところ地震ありではないが、地震が津波が台風だといったショックドクトリンは、決まって米軍基地があり、自然災害を強弁するのはもう無理である。今日も、ジャルビンが飛行中にバッテリーの異常があったそうだが、EMP 兵器の時代で、連中がちょっと景気を誤作動させようと思えば簡単な話で、123便のように撃墜する必要がない時代で、若い時はスッチーに会うのが楽しみだったが、今は大将がむやみに陣を開けてはいけないと、家臣に諌められているというか、西日が気持ちいい窓際の机を死守するために、体を粘着テープで巻きつけて、肩にはアメフトの選手のようなパッドを入れて、ゴルゴ13のように後ろから肩を叩かれないようにして完璧な防御をするのに忙しく、飛行機に乗る暇がないというか、そういう仕事がないだけだな。若い時に飛行機を怖がる上司をよくからかったものだが、今思うとその上司は、怖がりというよりも本能的にニセユダヤの飛行機テロも無自覚に感じていたわけで、さすが私の上司である。そんなわけで、全米の停電テロ対策訓練を、まな板の上で高みの見物を決め込んでいたが、日本もおかしなことをされぬように、職場からすぐとんずらできるような体制で過ごした方が良さそうである。それと、中様プー様、イワシの頭様にお祈りすることも大事である。ポスト米英時代、人工台風を操縦しているのはアラスカ基地、おバカなキューバ制裁解除、グーグルが西海岸に怪しげな橋家建設である。投稿者ポスト米英時代日時2013年11月12日23時間37分16秒、人工台風を操縦しているのはアラスカ基地、おバカなキューバ制裁解除、グーグルが西海岸に怪しげな橋家建設である。やはり人工衛星とハープとやらで、地震が台風だ津波だと起こしていたようで、世界中がニセユダヤにカンカンである。今回は、フィリピンが中国に接近したのに嫉妬して、巨大台風を起こしたようだな。秋野は親父も国民も殺されて腹渡な、煮えくり返っているはずである。ケネディといい僕といい、秋野といい、まだ寝返っていないが、スーチーといい、連中は女性リーダーの親父をやりすぎで、そんな面からも、連中の飴と鞭と見せしめという手法はもう限界なのである。男は空気を読んでおとなしくなる場合があるが、女は絶対父親の仇を許さぬもので、連中は下手をこいたものである。おバカなどういう風の吹き回しか、中路に脅されたのかは知らないが、ケネディの親父も、キューバ危機の頃から続く制裁を解除とは不思議なものである。11.11 にニセユダヤが何かしでかしそうな、あえてその日に中路に退治されそうな日が明日を迎えるな。自衛隊の緊急待機といい手に汗握る展開だな。良い方向に転んでもらいたいものである。そういうわけで、明日も仕事なのでこれから軽く一杯という感じである。